ピュアデータのパッチを iPhone 上で走らせるときに、もうロードした状態で初期値をちゃんと決めてやらないと、死因が働く動かないんですけど、だから結構こういうロードダウンを入れるっていうのが、大事なことです。ダブっていうのと普通の出力と結構分けてるんで、ダブっていうだけ、ね、いいアンダーバーダブっていう大